作戦のボカーということで、今回はコルクグリス毎回塗りますかという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、まあレッスンとかですね、まあいろんなところで見かけるんですけれども、まあコルクグリスね、どれぐらいの頻度でどれぐらいの量塗るかということをですね、考えてみたいと思います。サックスをですね、習い始めた時に、ネックのですね、こちらコルク部分とこの本体のジョイント部分ですね、ここにですね、グリスを塗りましょうということを教えられたり、本に書いてると思います。で、こっちのコルクの方はですね、コルクグリスっていうやつ塗って、こちらのですね、本体とのジョイントの部分はスライドグリスっていうのを塗りましょうということになってますね。まあそこでですね、ちょっとわかりにくいというか、伝える側が抜けてることがあって、それはですね、毎回塗るのか、適切な頻度で塗ればいいのか、あとはどれぐらいの量を塗ればいいのかということがですね、結構なんとなくなんですよね。で、僕らプレイヤーもですね、実はなんとなくやってたりします。コルクグリスとね、スライドグリス塗る目的は抜き差しがやりやすくするようにですよね。一つはね、マウスピースであるとかですね、ここの本体のところがね、その抜き差しが、まあ、容易に行えるようにというのもありますし、本体とのジョイントの部分はそんなにかなと思うんですけど、マウスピースとコルクのジョイントのところはですね、グリスがですね、濡れてないと、息漏れが多少するらしいんですね。それはですね、実際にですね、そのリピアマンの人から聞いたことがあります。で、やっぱり塗ってる方が密閉性が高まるので、音が鳴りやすいですよっていうのはね、意見としてありました。ただですね、まあ僕も最初そうだったんですけど、サックス始めた時に、やたらめったらですね、こうしっかり塗るとですね、手がベタベタするじゃないですか。要するにそのはみ出してくるんですよね。それはですね、まあちょっとどう考えるべきかということをですね、まあ案外ベタベタいっぱい塗っちゃうっていう人多いと思うんで、ちょっと考えてみたいなと思ってこの動画を撮ってます。で、こちらにちょっと書いたんですけど、毎回たくさんつけてもはみ出してしまうって書いてますね。グリス塗ったことある人はですね、日本人って真面目ですから最初しっかり塗りますよね。グリグリグリってね、例えば僕の場合だったらこのリップスティックタイプのやつ使ってるんですけど、まあこうクリクリって開けて手でこうベタベタって塗るやつもありますけどね。まあどっちにせよですね、こうしっかり塗って、で、マウスピース刺したらですね、このマウスピースのね、際のとこからムニュムニュムニュってこう、コルクグリスがね、出てきてベタベタするみたいなんて、誰でも経験したことはあると思います。でですね、まあ僕もそういう経験はもちろんしてるんですけども、それでですね、まあ自然に塗る頻度っていうのはね、減っていきました。今はですね、まあこんな風にね、こちらにちょっとポイントを書いてみたんですけど、まずですね、毎回塗らなくてもいいんじゃないかなって思ってます。これはまあ、手を抜いてるわけじゃなくて、その、例えばここの、ね、本体のところがこう引っかかってきたらですね、まあ塗ればいいですし、コルクのとこも引っかかって、コリコリって引っかかってきたら塗ればいいですよね。これポイント1ですね。で、塗るときはですね、最低限にして十分じゃないかなと思ってます。まあ僕の場合ですと、例えばですね、はい、こちらのですね、コルクグリス、もういつのかわからんぐらい古いんですけど、これをですね、ここに、僕の場合はこう、いいのかな。これ全然いっぱい塗ってないですよ。これぐらいね、ここ、ほんの少ししかつけてません。こうピッてやっただけです。ピッてやっただけね。で、ピッてやったのをですね、この刺すときにこう伸ばすようにね、差し込むと。まあ、それでですね、十分抜き差しはもう容易にできますから、まあ十分かなと思ってます。で、あとマウスピースとコルクのジョイントのとこもですね、同じです。まあこちらにですね、こう、ピッてこう、これぐらい、ほんの少し、もう見えないぐらいですよね。目ではわからないぐらいピッて塗っただけです。シュッて。これもですね、こう伸ばすと。ね。まあもうちょっと塗りたい人いるかもしれないですけど、僕はとにかくもうはみ出してくるのが嫌なんで、もうベタベタすると、楽器もね、この貝の部分がベタベタするし、楽譜とかもベタベタするし、まあ iPad とかで iPhone も使ってレッスンとか演奏もしますので、もうベタベタするのが嫌なんですよ。だから、最低限にしてます。っていう感じですかね。だから、コルクグリスでですね、ベタベタしてですね、まあどうしたらええんかなって、まあもし悩んでる人がいたら、まあ僕ぐらいの頻度でいいんじゃないかなと思います。で、僕は毎回は塗ってません。たまにって感じですね。まあそれ もう適当なんですけど、まあ例えばリペア出したらなんかリペアマンがキーキーかして塗ってたりとかしますし、とにかく引っかかり出したら何か不都合が起きたら塗るみたいな感じにねしてますね。あんまりね、そのゴリ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 引っかかった状態で抜き差しするのは、ここのですね、オクターブキーのねところが傷んだりとか、あとコルクもですね、乾燥しすぎてあんま良くないと思うんで、まあそういうところでですね、まあ適度な頻度で塗ったらいいんじゃないかなと思いますね。まあ毎回はいらないかなと思って
ってます。まあこれいろんな意見あると思いますけどね。僕はそれで演奏は全く支障がないです。であと楽器が壊れたりとか、そのコルクがなんかボロボロなったりとか、そういう不都合は起きてないので、まあそれで全然いけてますので、コルクグリスですね、塗る頻度とか塗る量に悩んでる方は参考にしてみてください。ということでですね、日々の演奏とかですね、レッスンの活動の中で思ったことをこうやって、まあ、時折出していこうと思います。あと質問が溜まってますので、そちらも全然随時お答えしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。あとこのチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方、優先的に質問に答えてほしいという方はチャンネルメンバーシップの方ぜひご活用ください。概要欄の方にリンクを貼ってます。サクセの